はい、こんにちは、116インズです。今回は年末に球界を騒がせたカルロス・コレアについて話していきますが、ジャイアンツとの契約合意から一転して12月21日にメッツと12年総額3億1500万ドルの契約に合意したと報道出た時には、一体何が起きているんだと思ったこの件ですけれども、年が明けたものの依然として契約は正式発表に至っていません。皆さんもご存知の通り、コレアはジャイアンツとの契約に際してのメディカルチェックで何らか異常が見つかったとされ、それが原因で急転直下でメッツとの契約につながったわけですが、今度はそのメッツとの契約に際して受けたメディカルチェックでも異常が見つかったと報道されていまして、これを理由に契約自体が未だに正式発表されていません。これだけの大型契約がメディカルチェックを理由に破談となるだけでも珍しいのに、2チームのメディカルチェックで共に異常が見つかるのも異例中の異例で、本当に前例のないことが今コレアの契約に関しては起きています。まあさすがにジャイアンツの件があってから契約に合意したメッツのことなので、いずれは解決策を見つけるとは思っていますが、今回はこのコレアをめぐる状況をおさらいしようと思っています。まずは簡単にここまでの流れを確認しておきましょう。現地時間12月13日にコレアがジャイアンツと13年総額3億5000万ドルの契約に合意したと ESPN のジェフ・パッサン記者が報じました。チームのコアとなるスター野手を探しながらも、ジャッジを取り逃していたジャイアンツのことでしたので、コレア獲得は念願のスター選手獲得のはずでした。しかしそこから1週間ほど経った12月20日、この日はコレアのジャイアンツ入団会見が行われる予定だったんですが、これが当日になって急遽延期に。ジャイアンツ側は具体的な理由こそ明かしていませんでしたが、球団関係者の話としてコレアのメディカルチェックに何らかの問題が見つかったと、この時点で報道は出ていましたね。ただそれがすなわちジャイアンツとの契約が破談につながるような、そこまでの深刻度として伝えられていなかったんですが、そこから数時間後の12月21日の未明、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者がスクープを掴んで、コレアがメッツ行きを固めたと報道。契約は12年総額3億1500万ドルと、ジャイアンツとの契約に比べるとさすがに減額されてはいたものの、あまりの急展開ぶりに本当にこの時は驚かされたものです。ただこのメッツとの契約でもメディカルチェックに何らか異常が見つかったとされ、すでに契約合意の報道が出てから2週間近く経過していますが、未だに正式発表には至っていません。ジャイアンツとメッツ双方のメディカルチェックに問題があったとはされますが、当然ながら両球団から具体的にコレアのどこに問題があったか明らかにはされていません。ただ球団関係者の話を掴んできた一部記者らの報道によりますと、コレアの足首にどうも問題があったとされています。コレアはアストロズのマイナー時代の2014年6月にスライディングした際に右足腓骨を骨折、そのため骨折した腓骨と靭帯の手術を受けていまして、この時に固定するためにプレートを挿入しているとのこと。このプレートが接触プレーの際に問題となったことも過去ありまして、例えばツインズ時代の昨年終盤にランナーがスライディングでコレアの右足に接触、これがプレートに当たってしまいまして、コレアが痺れてしばらく動けないという出来事もありました。ただコレア自身 MLB に昇格してから右足首由来の怪我で IL に入ったことは一度もなく、またジャイアンツやメッツも過去の記録からコレアのこの過去の怪我は獲得を検討する時点で当然に把握しているはずですので、これが2チームのメディカルで今更問題となるのは少し不思議ではあるんですよね。実際ジャイアンツの編成トップのファーハン・ザイリーもコレアの過去の怪我については把握していた旨のコメントを出しています。ではどこが問題だったのか、ザイリーのコメントで興味深かったのは、メディカルチェックの中で新しく出てきた問題に懸念があったことを示唆していた点です。この新しく出てきた問題についての詳細は明らかにはなっていないものの、 NYU ロンゴンのスポーツ整形外科医レイス・ジャズラウィがニューヨークデイリーニュースのアビ・マストラコ記者への話の中で挙げた可能性、もちろんこの方が実際にコレアの診断をしたわけではないので推測の域は出ませんが、考えられる可能性としてはご覧のものがありまして、手術で入れたプレートはおそらく無関係、どちらかといえば長期的な影響を懸念したものと考えられ、具体的にはコレアの足首に外傷後に生じる関節炎が見つかったのではないか、アスリートによって症状は異なるとはしながらも10年以内に軟骨変性によって再び手術が必要な状況となるかもしれないし、あるいはすでにその兆候が見えていて、そこに両球団が懸念を示したのではないかと推測しています。今は問題なくとも、今回両球団が提示したような10年単位の契約だと身体面の問題が顕在化してくる可能性があるというところが出てきたのではないかと。確かにこれであれば昨年ツインズとの3年契約に際してメディカルが特に問題とならず、逆にジャイアンツとメッツのように12年13年と契約を結ぶ際に懸念が出てくる理由は納得できますし、将来的な怪我の懸念がすでにある以上、今の条件では契約を一旦ストップしたい気持ちは理解はできます。ただじゃあメッツとの契約も破談になってしまうのかと言われたらそうではなく、双方をまとめたいとは思っているはずで、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者はご覧の3つをその理由として挙げています。
まあ、公園オーナーがいかにこれを欲しがっていたのかは、ジャイアンツとの契約が暗礁に乗り上げたタイミングですかさず休暇先のハワイから契約にゴーサイン出したあたりからも明らかですし、コレア側もさすがに2チームとのメディカルを失敗した状況で3チーム目との契約を目指すわけにもいきません。またコレアの代理人を務めるスコット・ボラスは、他の選手で今後かなりメッツといい契約結べていますので、そこの関係性を損ねたくないのもそらそうだろうなと思います。理由としてはおおむね納得できるものです。個人的にも特に2つ目の理由、コレア側もさすがに3チーム目と契約するわけにはいかない状況にいる点はかなり大きいんじゃないのかなと思っています。ジャイアンツのメディカルチェックだけで懸念が生じたなら、ジャイアンツのチェックが厳しすぎたという見方もできたでしょうが、さすがに2チームも引っかかるとなると、長期契約を結ぶにあたってコレアの状態に問題があると考える方が自然ですし、他のチームでも同様の懸念が生じる可能性は高いでしょう。そんな選手に対してコレアが欲しがっている総額3億ドルクラスの契約は、まあ、ちょっと提示できませんし、またすでに大物 FA があらかた契約してしまった現在の市場においてもはや大型契約を結ぶ余裕がある、あるいは結ぶ意思のあるチームも少ない状況も、仮に市場に戻ることとなった場合コレアにとっては逆風でしょう。コレアの状態をよく知っているであろうツインズが10年総額2億8500万ドルの契約を以前オファーしたという話は出ていましたので、まあメッツとの契約がもし破談となった場合はそっちに行く可能性も考えられそうですが、当初のジャイアンツとの契約と比べますと契約が3年短くなって総額も7000万ドル近く減額ですから、コレア側からすれば不本意な結果でもあります。市場に再び戻ることなくメッツとの契約をまとめるのがコレア側にとっても本望であるのはこれは間違いないでしょう。こういった事情も踏まえたら、やはりメッツだけでなくコレア側としてもこの契約をどうにかまとめたい思いは強いのではないでしょうか。あとはもう双方がどこを落としどころとするかですよね。コレア側は嫌がっているらしいですが、契約そのものを再構築して契約の総額なり年数なりを多少減らすのか、あるいは今プレイする分にはコレアの健康面に大きな問題はない、少なくとも昨年のツインズはそう判断しているわけですから、契約を結んだ後に過去の怪我が問題として顕在化した時に備えて何らかの条項をあらかじめ盛り込んでおくのか、メッツとコレアがいかにして解決策を見つけるのかは注目したいポイントです。Gアスレチックのケン・ローゼンタール記者は先日のポッドキャストにて、このメッツとコレアの契約が当初のものから劇的に変わっている可能性があると話していましたが、これから長い間関係を結ぶにあたってどのレベルで契約が変わってくるのか、果たしてその答えは近いうちに出るのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。